はい、皆さんこんにちは。今回はですね、日本のドミノピザやっていきたいと思います。こちらのマップはですね、その名の通りドミノピザしか出ないマップとなっております。さあ、ノームーブでやっていきましょう。はい、さあ、まずはこちらのドミノピザですね。はい、このドミノピザが今からどこにあるのか、一歩も動かずにね、特定していきたいと思います。はい、まずはですね、市町村をね、見ていきたいんですが、見つからない。青看板があるので早速見ていきましょう。県庁、はい、前橋、国道17号線で、これは県道3号ということですね。はい、ということで前橋なので、群馬ですね。で、県道3と4かな。はい、4が、今ここにありますね。3は3がここにあります。はい、ということで3と4の、交差しているところで、今は、4を走ってるのかな。これ3か、今3を、西に行ってる感じか。ということで、まあここら辺に、あると嬉しいですね。ドミノピザ以外には特にはなさそう。まあ、そうですね。まあ、ここら辺に、ないかな。ないか。まあ、たまにね、多分、なんていうのかな。店舗が表示されない時があるんで、それだと困るんだけど、3と4の交差点だよね。まあ、ここしかないけどな。なんか他に使えるものあるかな。鍋料理。鍋料理の店がある。あ、これだ。ドミノピザ、前橋店。はい、こんな感じでね、こういうマークが表示されない時がね、あるんで、注意が必要です。はい、ただ見つかりましたね。OK、2メートル。はい、さあ続いて、こちらですね。さあ、このドミノピザが、どこにあるんでしょうか。これは？なんか書いてある。052とありますね。はい。なので、これは、愛知県かな？西米野町？ちょっと読めないけど。愛知だとは思う。中村区って書いてありますね。はい。なので、まあ、名古屋の中ですね。中村区。中村区。どこだ？中村区はどこだ？あれ、見つからない。まあ、区はね、ちょっと見つけにくいことがあるんだよね。これか。中村区。はい。中村区の、黄金通り一丁目。かっこいいな。黄金通り。ちょっとわかんないけど、ロードアングルは、まあ、そうですね、縦の通りですね。まあ、ここら辺に黄金通りみたいなのがあるのかな。まあ、名前は書いてないな。で、これは結構大きめの通りかな。
そうだね、かなり大きな通りですね。三車線で、うん。向こう側も車線があるので、これはどうだろう。で、真ん中に、これ、路面電車が走ってんのかな？走ってないな。まぁ、ちょっとわかんないけど、これ。もしかしたら地下鉄かもしんないけど。でもかなり大きな通りなんで、まあ見つかるはず。まあちょっとね、この通りと、あ、なんか黄金みたいなのあるよ。これじゃね？黄金通り。ここら辺にないかな。あ、ドミノピザあったー、これだ。はい、ということで、ここで良さそうです。うん。はい、行ってみましょう。オッケー、3メートル。はい。これはね、まあ、電話番号と区が見えたので、はい、行けましたね。さあ、続いて。はい、このドミノピザ。さあ、これは？電柱のプレートは？九州のプレートですね。はい。なので、これは九州確定と。読めない。なんて読むんだろう、これ。タブセかな。ちょっと読めないですね。何これ、ドンサンの森の前って何これ、ドンドンドンってことドンの山上。これ何なんだろう。面白い。何これ、どうやって読むんだろう九州はいいけど、県がわかんないな。県を特定できそうなもの。特にはないか、これ。となると結構厳しいんだよな。まあ、九州は確定だけど、それ以上がいけないかな。これきっついな、これは。いやー、これでも、どうだろうね。まあ、福岡。のここら辺とか？山の位置見てみたいな。西側に山がありそうですね。でもかなり栄えてるように見えるね。西側に山が見える。宮崎か？まあ、あと、鹿児島？まあ、どうだろう。ちょっとわかんないですが、とりあえず、宮崎をちょっと疑ってみたいんで、宮崎で、ちょっとね、この角度の通りで、ドミノピザがないかどうか、ちょっと調べてみようと思います。今ちょっと探したんですけど、なさそうですね。ドミノピザね、いくつかはあったんですが、ちょっと違いそうなんだよね。いやー、これわかんないな。まあ、じゃあ福岡かな。はい。でも福岡ちょっと探すの厳しそうなんで、まあ、適当にここら辺で置いてみようと思います。はい。佐賀。むずいな。はい。まあ、宮崎に置くよりかは近かったんで、まあいいかなと思います。まあこれちょっと難しかったね。はい、続いてこちらですね。さあ、このドミノピザは？深谷市って書いてあるね。深谷市、稲荷町。深谷市、
なので、埼玉県ですね。稲荷町でいいのかな、読み方。さあ、どこにあるんでしょう。ない。深谷市って広いのかな？どうなんでしょうか。あ、これか。ありましたね。山田電機、モスバーガー、ドミノバーガーじゃねえ、ドミノピザ。北側にあるこの角度の通り。ここっぽいけどな。この通りっぽいけど、角度的には。ない。あれ。ありそうだけど。ないっすね。他には？山田電機。これか。山田電機。モスバーガーある。あるね。ドミノピザあったー。よし、これですね。はい。ということで、ここに置いていきたいと思います。OK、2メートル。はい、これはね、深谷市が見えたんで、置くことができました。さあ、ラスト行ってみましょう。はい。これは？これはヒントがない。渋谷区。ありがたいですね。渋谷ですね、これ。まあ、東京っぽいよね、でも。まあ、非常にね、ビルが多くて、道が狭い感じが、東京感がします。ただ、渋谷のどこなのよっていう話なんですけど。書いてあるやん。渋谷区の、渋谷の2の5の1。はい。ということで、渋谷区渋谷。渋谷ってもう、ここだよね。渋谷区渋谷の2の5の1。2の5の、1？ ここら辺？角度的には、交差点になってて、北側にドミノピザ。これ？あ、あった。はい。OK。見つけた。よし。はい。ということで、今回ね、24,331 だね。まあちょっとね、佐賀のやつが悔しいんですが、まあちょっとね、厳しかったんで、仕方ないと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。こちらのマップね、非常に面白かったので、ぜひ皆さんもやってみてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。